ハッサンはラスアルマスでカルテルの保護下に置かれました。メキシコの特殊部隊によると、ハッサンはアメリカへ向けて何か大きいものを運んでいるそうです。ミサイルを積んだコンテナかもしれません。その数もターゲットも不明です。それを知るにはハッサンを拘束し尋問する必要があるな。ソープとゴーストを送り込み、メキシコの特殊部隊と合流させるんだ。人員も必要なだけ投入しろ。将軍、メキシコで戦争を始めるわけには。もちろんだ。フィリップ・グレイブスとシャドウカンパニーに作戦の援護をさせる。彼らがいれば面倒な正規の手続きも不要になるからな。わかりました。ハッサンを探しましょう。アレハンドロ、マクタビッシュ軍曹。ソープでいい。注意。ゴーストと呼んでもいいか、本当は別の名前がいいらしい。ゴーストでいい。魂の町へようこそ。メキシコは初めてだ。メキシコじゃない、ラスアルマス。シェパードに雇われた連中も合流する。装備はあるが拠点がない。俺たちの基地を使え。よし。ハッサンの位置はカルテルのセーフハウス10キロ先だ。乗れ。行くぞ、出発だ。副司令官のロドルフォ・パラシオさだ。幽霊は苦手なんだ。スペイン語？いや、慣れるさ。荷台に4人。おいおい、落ち着け。いいか、日常だ。路上での武装は警察が取り締まる。警察はどこだ？ラスアルマスは問題を抱えてるのさ。法を守る者が少ないし、汚職に抵抗する者の多くがいなくなる。軍隊はどうだ？俺たちは訓練を積んでるから麻薬組織にスカウトされる。お前はここで育った。俺たちはロス・バケロス、カウボーイさ。ここを愛してる。命がけで守ってる。風船屋に中華、すごいな。組織はああして心をつかむんだ。子供もか？子供だからだ。何が書いてある？組織の印。カルテルの布さ。エルシンノンブレのメッセージ、警告と縄張りを示す。ここでは死が日常だ。シンノンブレだと？エルシンノンブレ、七死を意味する。ここのカルテルのリーダーだ。そいつの居場所は？さあな、正体すらわからない。だがどこにでもいる。厄介だろう。厄介ごとには慣れてるがな。そのマスクならすぐにここに馴染めるさ。おい、よせ。検問だ。陸軍だな。右に曲がって迂回しろ。なぜだ？エルシンノンブレに通じてる部隊もある。言っただろう、どこにでもいるんだ。川向こうにハッサンもまだいるといいが。ハッサンの隠れ家は白い2階建ての家屋だ。ビクター各員スタンバイ。トレス、ドス、ウノ、開始だ。行け。クリア、移動しろ。民間人はもういない。カルテルが乗っ取った。今や奴らの隠れ家さ。ハッサンをかくまうにはいい場所だ。進め。コンタクト、ビクター各員は取り込む。了解、すぐは移動する。進め。クリア。この家屋を確保し、ハッサンを追うぞ。カルテルは奴を移動させるだろう。ならもっと急がないとな。奴らが待ち受けてるぞ。いこれ。出入り口右手だ。室内クリア。いい腕だアミゴ。クリア。ここの家族に何が。カルテルの暴力を避け彼らは去った。ドアを頼む。移動するぞ。待機しろ。ビクター2、こちら11、スモークを使え。俺たちは外に出る。了解、スモークを展開。アレハンドロ、お前の家族は。それは秘密にしている。守るために。これで見えない。行くぞ。後に続け。アッサンがいた場所だ。反撃があるだろう。全チームへ包囲完了だ。侵入に備えろ。行け行け。ハッサンがいるならこの部屋だ。進め、部屋を確保しろ。俺が援護する。クリア、ハッサンはいない。ビクター学院へ家屋を確保。ハッサンはいない。了解。よそへ移したな。いつ？最近だ。クドス部隊の旗がある。奴はここにいた。アレハンドロの情報は確かだ。司令官、軍隊が来るぞ。あ、くそ。どうした？軍隊だ。俺たちの援軍か？違うな。03、すぐ引き返せ。了解した。どうする？部下を守る。彼らが引くまで待つんだ。まさかメキシコ軍と戦えっていうのか？この部隊はカルテルに雇われてるようだ。カルテルがハッサンを守るのを手助けしているんだ。撃ち方やめ。俺の部下が退避するまでここに立てこもるぞ。車両が複数、兵員輸送車だ。横断しよう。撃つな。奴らを引きつけるんだ。攻撃開始だ。奴らは防弾装備だぞ。エレメントを狙え。あそこが立ってんだ。軍隊がすぐ後ろに迫ってる。了解、移動する。斜面を降りろ。山で奴らを巻くんだ。お互いある程度の距離を取れ。軍が追ってくる。背中のプレートだ。終わったか。ひとまずな。さあ移動だ。行くぞ。この道を知ってるのか？ああ、だがそれは軍も同じだ。軍隊を阻止するのは無理だ。脱出しないとな。ロドリゲス、脱出の手配を。はい、司令官。動員へ。ここで止まって身を隠せ。はい、隊長。ゴースト、ストップ。隠れろ。制圧射撃をしてから前進だ。いいだぞ。お願いします。完成。ピッターワンダ。ソウルリバーブリッジに緊急回収を要請する。了解か。完成。聞こえるか。終わったか。ひとまずな。奴らはまだいる。さあ行くぞ。ロドルフォから連絡は？いや、通信が途絶えてる。とにかく進もう。こっちだ。山で通信が通らない。仲間を呼び出せたのか。作戦は川に橋がある。回収機はそこに来るだろう。RPG 崖の上だ。弾が足りない。弾薬があるぞ。全員怪我は？いや大丈夫だ。了解。俺に続け。飛び移るしかない。届くと思うか。やるか死ぬかだ。近づいてきてる。どっちへ行くアレハンドロ。ストープは前進しろ。ロドリゲス、無線の呼びかけを続けろ。残りはスナイパーを見張れ。あの岩棚を使え。山を登る道があるはずだ。何かあったか。奴らはどこかにいるはずだ。俺にはわかる。ロドリゲス、応答はあったか。いや、川の方に向かうぞ。見つけた。静かに。聞こえるか。ヘリが来る。ああ、射撃位置につけ。奴らは不意をつく。橋はどっちだ。正面だ。ヘリの向こう側にある。俺たちを食い止めるつもりだろう。突破するしかないな。斜面を上がれ。橋までもうすぐだ。奴らはスナイパーを配置しているだろう。頭上にも気をつけ。橋はあそこだ。回収機がいないぞ。無線は通じていなかったんだ。ちくしょう。向こうに着いたら無線で連絡すればいい。こっちだ。足元に注意しろ。この崖は危険だ。道を知ってるのか。授業をサボってはここで遊んでたからな。カルテルが来るまではだろう。その通り。麻薬組織のせいで全てが変わった。行けろ。スナイパーダウン。今のは神業だ。軍隊が追ってきてる。これで少しは引き離せる。人まりに案内したのか。ここから飛ぶんだ。武器をなくすなよ。大丈夫か兄弟。生きてる。川を下って橋まで移動する。岩で車線を切れ。総員へ、こちらビクター01、応答を。ハローワン、聞こえるか。繰り返す。いるか。無線が何か受信してる。アメリカ人のようだ。いや、攻撃開始。コンタクト、前方だ。岩に身を隠せ。川を進み続けろ。軍の総員が来るぞ。先で浅くなる。泳げ、止まってはダメだ。橋の上に車両がいる。あれは味方じゃない。クソ、軍隊だ。身を隠せ。ここで守りを固めて回収を待つ。あの装甲車には歯が立たない。あれは何者だ？シャドウカンパニーのグレイブス司令官だ。俺たちの味方だよ。シャドウ1、ブラボー07だ。いい攻撃だったぞ、おかわり。そういう敵の動きは見当たらない。クリアだ。お前らが無事でよかった。そっちもな。こっちだ。グレイブス、脱出用の車を発見した。了解した。通知する。ハッサンを発見した。そこから2キロ北にいる。そこはラスアルマスの牙城だ。奴らの屋敷がある。全員乗れ。行こうぜ。運転は俺が。ハッサンを捕らえるなら空から支援しようか。奴に引導を渡してやろうぜ。了解。直接ターゲットに向かう。シャドウ1アウト。